速稼塾の久保です。今回はですね、生活保護受給者からお金持ちになった例をね、何件かお伝えしようかと思います。実際私もこの例があったから、速稼塾の中で生活保護の方も塾生としてお迎えして、それぞれお金持ちになってもらったという、そういう経緯がありますね。だいたい4年か5年ぐらい前からこの取り組みを始めて、実際に日々お金持ちになる工程をですね、朝のライブ放送などで紹介させていただきました。で、時にはね、ズーム対談などもお招きしたことがあるんですけども、今日は私の例ではなくて、私がね、こういった例があったから速稼塾の中でも生活保護の方も億万長者になれるんだよっていうことをね、お話し始めたっていうことの例でございます。まずこちらの方です。起業して成功した例ですよね。生活保護を受けながら起業し成功を収めた例はいくつかあります。例えば有名なのは株式会社ユーグレナの代表で、出雲充さんですね。この方っていうのは大学を卒業した後、いろいろあって生活保護を受けながら起業したんですよ。で、生活保護でも事業はやっていいってことに、これで、わかると思うんですけども、ミドリムシの研究開発で現在は年商数十億円の企業を作っているということですね。これかなり有名な会社なんで、皆さんもご存知じゃないかなと思います。次ですけども、株式会社次元っていうのがありますよね。次元っていうとルパン三世みたいですけども、この方も大学を卒業した後、フリーランスのプログラマーとしてね、活動するんですけども、あんまりうまくいかなくて生活保護を受けるほどに収入が激減してしまったんですよ。IT だからって言ってね、当たるもんでもなくって、そうでもない方もいらっしゃるんですよね。で、その後起業して生活保護を受けながら AI を技術を利用したチャットボットサービスを開発して年商数億円の企業に成長させているのはご存知の方も多いところじゃないかなと思います。で、これまでがね、起業で成功した例の一つなんですけども、投資で成功した例もあります。生活保護を受けながら投資で成功を収めた例、例えばね、投資家の武田和平さんって方です。この方も有名ですね。生活保護を受けながら独学で投資を学んで成功を収めたんですよ。現在は投資に関する書籍とか講演会でも生計を立てて活躍してらっしゃるということです。で、3つ目がね、ギャンブルですね。これはあんまりね、私はね、真似してほしくないと思うんですけども、生活保護を受けながらそのお金をギャンブルにつぎ込んで、成功を収めたっていう形ですね。ギャンブルはね、ネガティブな要因になりうるんで、多くの方はこのギャンブルによって生活保護から脱出するっていう方法は、私はね、取らない方がいいと思いますんで、飛ばします。その他の例ですけども、こういった例があります。これも本当例外中の例外です。宝くじに当たってしまったとかね、遺産相続が転がり込んできたとか、スポーツや芸能で成功したみたいな例もないことはないんですけども、本当にこれはね、特殊の中の特殊ですから。ですんで、生活保護からお金持ちになろうとしたら、やっぱり事業をスタートするっていうのが最も分かりやすくって、今だったらね、成功しやすい例じゃないかなと思います。生活保護に限りませんよ。どんな方でも自分のビジネスを育てることによって金持ちになることが可能なんですよ。それが例えばね、なんかのポイントサイトに参加するとかね、なんかのこのコミュニティに入るっていうのもいいんですけども、実はね、自分でコミュニティを運営するっていうのがもう一丁目の一番地なんですよ。ですんで、誰か一人のリーダーになっていくところから始めていけばいいんじゃないかなと思います。もしくはそうじゃない方法もありますけども、詳しくはね、また一緒に考えていきましょう。最後はね、こういうふうにまとめさせていただきます。明確な目標設定がありますか？と。1年後にいくら稼ぎたいんですか？そうなると半年後にはいくらですか？とかね、1ヶ月後にはいくらですか？っていうふうな明確な目標と、今歩んでいるその実績との間にどのぐらいギャップがあるか、これを自分で判定するか、判定できる力量のある人にお任せする、コンサルを受けるってことになります。そして必ずですけども、努力は続けてください。生活保護になったということは何らかの原因があるんでしょう。例えば会社が潰れてしまったとかね、なんかこう精神的に意欲が湧かないとか、体を壊してしまったとか。しかし、お金持ちになるという目的のためには、そういった精神的な不安定さとか体力的な不安定さっていうのは超越しなければならないんですよ。要するに、お金持ちになっていくっていうのは運よくね、五体満足でなる例もありますけども、ほとんどの場合がそうではありません。何かね、自分の大切なものと引き換えにお金を手に入れるっていうことの例が多いんですよ。そして短期間であればあるほど、自分の健康を差し出して億万長者になっていくとかね、自分の大切な友人と共に、いろいろ紆余曲折あるんだけども、でも目的を達成するとかね、その過程の中でやっぱり友人と仲違いして別れていくっていう寂しさもあったりね、時には家庭を置き去りにしてやらなければならないってことがあります。でも、総じて言えば、生活保護の方には、私たちにはない時間があるんですよね。それから、生活保護の方で、もし独身の方がいらっしゃったらね、これは本当にね、自分の
100% のパフォーマンスが出せるラッキーなことだと思っていただきたいと思います。やっぱり家庭があったり子育てがあったりとかすると、なかなかね、自分のことだけで事業を成り立たせるってわけにいかないんですよ。大切な時には事業をほっぽり出して自分の家族のために尽くさなければならないってこともありますんでね。そうなってくると、生活保護で独身っていうのは結構最高のパフォーマンスだと思いますので、チャンスだというふうにね、それを捉えてやっていたいけど、やっていただきたいかなと思いますし、その他自分にデメリットがあったらそれをね、臆さずに、その中でも突破できる方法を見つけていくことなんですよ。自分で見つからないと思いますので、そのあたりはね、一緒に考えていきましょうということになります。そして努力も大事なんですけども、才能を磨いていくことも必要です。才能って磨けば磨くほど洗練されていくんですよ。でも生まれて持った才能をそのまま放置していたら腐るだけなんですよ。だからこれが才能かなと思ったらね、それが花開くように水を与え、肥料を与え、日光に当てていかなければなりません。ですんで、才能ってね、ほっといても自分のものになっている、自分の能力であるってことではないんですよ。それは小学生とか中学生の頃は才能だけで人よりも秀でることができますけども、さすがにね、20、30、40と年齢を重ねると、才能がない人は努力でそれを埋めてきますから。そうなると、持って生まれた才能だけの人っていうのは、その他の人の才能はないけど努力した人に負けるんですよ。そう考えていくと、元々の才能に自分でやっぱりね、恵みを与えていかないと、その才能が埋もれるだけになってきます。3つ目、運を味方につけてください。やっぱりね、運って誰もが意識するんですけども、運を味方につける方法とか運を良くする方法なんてほとんどの人が研究しないんですよ。でもこれをやらない限りは運も埋もれたままになっちゃいます。以上、今日は億万長者になるため、特に生活保護から億万長者になるためのヒントをね、お話してきました。それではまた次回の放送でお会いしましょう。